ごっそおさまです。なんで、なんでためらった。言ってたっけ、言ってなかった。あ、はいは言ってましたよ。はい、ごちそうさまです。はい、質問いただいてます。質問、お願いします。はい、えっと、わささんからいただいてます。今週の質問です。お二人は胸毛好きですか。世の男子たちはつるつる歯が増えてますよね。 私は程よい量の胸毛はかっこいいと思います。そのことですね。派閥じゃないですょ。別にこれ、うんえー、胸毛って誰にでもあるものではないでしょ。って。あ、まあね。そうよね。うん、ないね。の、もともと備わってないですよ。私は憧れないかってことかな。うん、なんかだって、本当に限られた人間しか、もともと入ってこないし、胸毛。選ばれし。って感じで、ね。選ばれし。って感じでしょ、うん、で、ね、その中で、うん、こう。 やりくりくしつるつる派が増えてるというよりもともと日本人は多分あんま胸毛生える人は多くない印象で、ね、クラスでね、うん、クラスでまあえっ、ー、と僕男子がまあ20人ぐらいだったんですけど高校の時の修学旅行で見たら、まあ、1人ぐらいでしたかね胸毛生えてんのは少ないよね少なめちゃ,くちゃ20人に1人ぐらいの感じだっただらそんなぐらいの、うんうん、まあ わささんが割と胸毛に囲まれた暮らしをしてたのかもしれないねそうですねだから当時はねでその胸毛天国から今あれ胸毛ないじゃんああツルツル歯が増えてるから処理してんのねって思ったらっていうことね違うよわささん質問じゃないよいやでもどうかどうかってこと欲しいか欲しくないって力が欲しいかってこと好きかっつってるもん うん、だから好きかってよ。なんや、好きって。胸毛好きか。どう。え。人の胸毛が好きかってこと。うん、人の胸毛。嫌いに決まってるやろ、人の胸毛。他人の。おじさんの胸毛やろ。そう。気持ち悪いよ。そうか。うん。一回、その絡まれたいとか思ったことないか。あ、気持ち悪い。まじで気持ち悪い。お前、自分で余裕な。嫌いなものの絡まれたいなみたいな。うん、うん、あんの。ないか。 ないよ、それは。身動き取れなくなりたいなみたいなないか。ないよ、それは。あるわけないですよ。まあまあまあ。じゃあ、嫌いってことね。大嫌いです。はい、ということです。いや、お前はい俺は何とも思わないですよ。好きでも嫌いでもないです答えろよ、ちゃんと。いや、だからほんま好きでも嫌いでもないですよ。その、絡まれても何とも思わへんし。それ、すごいっすね。はい、別にまあまあ、どっちでもいいって思いながら過ごせますないや、本当に。気持ち悪いな。別に胸毛で絡まれて身動きでいい。胸毛がどうじゃなくて、それはまあ、どっちでもいいって。 顔をうず,うずめるのは嫌やろ いや、まあまあ、いや、どっちでもいい。何やねん、どっちでもいいって。うずめない日もあっても。お前、それ死んでんのと一緒だ。おじさんの胸に顔うずめてて、無感情は。どっちでもいいと思いますよ。生きるしかバネやからそんなことないよ。そっは。ひどいこと言うなよ、お前。最後まで生きてる人いんねん。気力出せよ。やめろやめろって言えよ。気力を出し、いや、本当どっちでもいいかですよ。どっちでもいいわけですよ。はい。 全然布団がそれでも大丈夫ですか布団ですかそうですねでも大丈夫ですかという感じですかね、胸毛に関しては。どうですか胸毛おじさん。ないって胸毛は。そうですか。のおじさん質問終わりですか質問終わりですよ。正規質問がね、少ないですね。まあ少ないしも。今回胸毛1択やったな。やめてくれ。ということですね。あのね。はい まあ、胸毛がね、うん、あのよく見えるところといえば、うん、まあ多分裸になるとこなのでお風呂であったりとかが多いと思うんですよね。はいはい、でまあ私は割とこう、まあ、私というかあなたもやけど、はいまあ、結構こうそういう男性同士が裸でこうはい、はい、なんだろうな 憩いいとと社交場というかさが好きじゃない <laughs>、ね、めっちゃ気持ち悪い言い方する <laughs> そこの気持ち悪い意識はあるんさっきの俺以上に気持ち悪い表現するやんあるじゃないですかあるというかまあ行くことが多いじゃないですかそうですね銭湯ね銭湯であったりとかはい、はい、まあえっ、ー、とーまあ僕の場合はサウナなんですけどはい、はい、でこの間ね、うん、まあサウナ <laughs> 行ってて、はいはい、まあ会員制のサウナなんですよね。はい、でえっ、ー、とーまあ、そこで言うと、まあはい、そんなにたくさん人はいないので、はい、あのー、行ってもまあ、数人のおじさんたちがはい、はい、まあ、いるぐらいって感じなんですけど、はいはい、えっとーま会員制というかさ、はい、まあのイヤホンつけてんですよ僕ずっと。そうなんですか。 はい、あのそこで言うと、いいのはスマホ持ち込めることなんで、はいはい、で中であのもちろんサウナの中には、個室サウナなんで、サウナの外には出しておくんですけど、イヤホンはそういうちょっとあの耐久性の高いものにしてるんで、音楽聞きながらと大丈夫なんですか、90度ぐらいあるでしょ、サウナって。あるよ。ねあ壊れてないの、今の壊れたら買い替える。 壊壊壊れれれたんやて <laughs> てない壊れてないい <laughs> それでサウナでこれいけるよというレビューとかあのそれ用には作られてないけどサウナ市があのサウナに向きの。 あのやつってあるんですよ。あの壁も通して、ブルートゥースが強いっていうのと、あすごいな。水に強いっていうのと、はいはい、結構暑くてもいけるよみたいな。結構とどまることを知らんよな欲望がな、があのサウナーたちのね。あ、そうかもしれない、ね、何かをしたい。サウナの中でさらに楽しみたいっていうな。うね、<laughs> まああとこうサウナハット被ってるんで、耳はちょっと。 結構カバーできてるっていうのがあるんですけど、聞いてたりするんですよ。で、この間ね、それ聞いてるから、あんまりその外観、外観で外の音はシャットアウトしてるんですよね、あのノイズも切ってて、ゆっくりこうしてて、でまあそのサウナでゆっくりして、その出るところというか、さ脱衣所みたいなところも結構広くあって、もちろん髪を、まあ、 みんなはげてますけど、うんうん、まあない髪を乾かすね。はいはいはい。あの場所もあったりとか。マジでドライヤー長いはげてるおじさんおるよな。<laughs> いや、いいねんけど、ごめんやねんけど、でも違和感に感じるっていう。うめっちゃ、顔、お前もう乾いてる乾いてるよ。ななるどこ乾かしてんねんっていう、<laughs> おじさんいるよな、本当そうだね、まあ。 昔の時の感覚、今も続いてるって感じかな。いや、うん、ちょっとそうやな。若いとき、そのときは、鏡に映ってる自分は若い自分なんかもしれない。はいはい、そうなのから、<ー>もしかしたらそうかもしれない。だったら、そんぐらい時間かかってたし、これまでは。いはいはい。うん、いや、ちょっとその、うん、その記憶塗り替えやってほしいけど、ちゃんとその <laughs>、ちょいちょいね、あのやってほしいけど、ねうん、今を生きてるかって言ったほうがいいかも、ね、そうかもね、<の>確かにね、いっちゃんドキーンってそういう言葉あるね。げ <laughs> てるおじさんで、ドライヤー長いおじさんが。 今起きてるかドキーンってするね、多分するかな、そう思うよ。まあちょっと言われて嬉しい言葉ではなさそうですけどね。そうですね、うん、結構その、そうですね、確信をつかれたみたいな、うん、表情にはなるかもな、そうなんですよね固まって泣くかもしれない、<laughs> 風はそのままで。<laughs> <laughs> 頭燃えるよ、風そのままやったら。 そういうドライヤーをしてたりとかなんかいろいろそれぞれがさこうなひげそってるはないやろうけどちょっと顔に化粧水塗ったりとかみんなおのおの過ごしてたんですけどなんかねずっと着替える間も僕イヤホンしてて全然気づかなかったんですけどなんかこうノイズカットしてておじさんの声もノイズとして捉えられるんでイヤホンに入ってこないんですけどなんかこう曲と曲の間ぐらいであん みたたいな聞こえてきんでチラッと見たらあれなんかおじさんがこれ何かを吠えてるなと思ってドライヤーのとこにいたおじさんが横を見ながらで何かなと思ったらその目線の先にはもう一人おじさんが角にいたんですよでその角おじさんは角で体重測ってたんですよでなんかえらいんか言ってんなと思ってイヤホン外したらその。 ドライヤーのほうにいたのは、うん、えとちょっと滑腐のいい、はい、ふちょっと太めというかめっちゃ焦げてる焦げてる焦げてるというかあの色黒の。ははい、はい あ、はい。色黒の服のいい感じ。はい、はい。だから、まあ、ちょっと社長っぽいと。あ、なるほど。社長みたいな。あ、なんとなくイメージ。受けられる感じ。はい、はい、はい。で、えっと、もう一人、その角で体重を測ってたのは。えっと、白髪の、髪の長い。白髪混じりの、髪のない、ちょっと、えっと、スマートな感じの。へえ。まあ、品の良さげの。はい、はい。まあ、この人は、普通の会社員っぽい。役所行為さんでイメージしていいですか。いや、そんなワイルドではない。ですそうですか。うまあ、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 そそんな感じ。 んそんな感じですか。はい、で、その社長の潔服の方が、ちょっとこう、はい、口悪い感じで、うん、お前、迷惑なんちゃうんか、それは、あみたいな。あはいはい,、はい、はい。だから、お前、んその人様、おんねんから他の人、考えやって言ってさはいはい。お何したんやと思って、うんえ。それは、えっ、ー、と、シルバーロングの役所広司さんに言ってるってことに言ってるんですよ。あ、許されへんな、なんか。 役所工事じゃなない役所事でイメージしたちょっとおい役所工事さんになんちいうことやったんかなと思ってでもそんなことしそうにもないんですよちなみにですがこれ裸ですもちろんサウナですから全裸裸ですよ脱衣所脱衣所ですっともう一人のおじさんがあなたに何が分かるんですかあなたに何が分かるんですか私は わからないです <laughs> 私はこの使い方分かってないんですからそんなこと言われてもそんな言い方されたって知りませんよっていうようなちょっと丁寧な言い方言ってるんですよねで何か関係あるかお前迷惑言うてんねんって何もお前そんなえっと勝手なことしとんねんって言われてで,ですから私は分かりませんよそれはもうそうやって言われる姿は全くないですからねってや,やってるんです何で争ってんの、ね それをめっちゃ知りたいんですよ。ずっと聞いてるんですけど、もう一向に言葉、ワードを出してくれないんですよ。あ、そうなんですか。ですから、私は使い方がわからないんです。お前さん、迷惑なちゃうんぐこれいや、だから、使い方がわからないんですね。本当にそんな言われ方する最後ロボイは一切ありません。よう、んやろ、ラリーとして成り立つな、それめっちゃ喧嘩してるんですよ。ああ、そうですかなんか。 何かなって、でうん、だから、まあ、要するに体重計しかそこに機会はないから、ヒントは体重計なんですけど、どね、体重計ででも別に迷惑ってそのあの、ドライヤーの方の社長おじさんは、体重計がちょっと離れてるところで、うん、自分でドライヤーしてて、そこ、独り占めなんですよ、別に誰も他にいないし、うん、何の迷惑もない、うん、で、恥で体重を測ってるおじさん。うんうん 別に迷惑じゃないですよ、味で体重測っていや、それはね、全然ね、なんも怒られる筋合いですよ、筋合いはないんですよ、ないったら、そっちの人はめっちゃ丁寧やし、ことば遣い、何をこの社長が怒ってることがあんねやろとか、全くわからなくて、で、俺は3人目の男ですよ、聞くじゃないですか、聞くんですか、話しかけへんけど、それの中身は聞くけど、全然わからへんから。 あのまあ、ちょっと近づこうと思ってそのおじさんの間ぐらいに行ったんですけどでもそれ行ったら、うん、あの別にもちろん話しかけられもせずはい、はい、3人とも裸っすよね。はい <laughs> <laughs> マヌケな <laughs> <laughs> で、えー、とよく聞こえるようにと思ったんですけどまあでもよくは聞こえるんですけど、はい、まあ結局何のことを話してるかわかんないですねはい、はい、で裸で喧嘩してる二人のおじさんのことを知りたい裸のおじさんねうんそうだね,ね、うん、でもこれはまあみんなそうじゃないですか登場<う><う>人物は3人全然何言ってるか分からんから、はい、その もう飽きてきたんですよね、ずっと聞いてても、だからもう、さっき着替えますっていうことで、てなもんで、あそうですか、ひと言お互失礼しますって言って、着替え、ロッカーのほう行って、着替えてたんですよ。で、一通り着替えて、戻ってきたら、まだずっと言ってるんですよ、はい。あなた、服着て。 俺服着てパンツ一枚のパンツ一枚のはいはいもう格段立派ですやつらもパンツがなんか増えてた気がするなパンツをパンツがなんかいつの間にか入ってた気がるああなおなあじゃまあ一緒でそれがあの変わってたかもしれないなパンツをパンツが交互に変わってたかもしれないでそれちゃうけんかの原因それやったパンのパンツはもうそれやと思うパンツかいやでも本当に分からなくてそのなんだろうな別体重計の使いい方をはそんなに ちょっと離れた場所にいるやつが注意する理由ないけどでもそれしか考えにくいんですよね一女神というかなんかもう分かってもないくせに社長の方がもうちょっと丁寧に使いやみたいな軽くなんか言ったみたいなで何のことですかみたいな感じで何のことですかいやだからもうええね使えやちゃんとみたいなちょっとしたことが言葉荒くなってきたみたいなことなのかなと思ってて。 感情的になってるというか、社長の方が、潔白おじさんの方が、なんか理屈は立ってないんですよ、基本的に。理屈は立ってないくて、言葉はないんですよ。だから、迫力でいくタイプ。そそそううう。で、言われてる、怒られてるおじさんは、丁寧や、丁寧というか、敬語やけど、だから何がおかしいんだろか、明確に言ってくださいっていう感じなんですよ。 泣きそうなな顔しがらでも言われてるのは悔しいから言われっぱなしはおっしゃってる意味分かりませんからはっきり何を私は使い方分からないと言ってるじゃないですか何が悪いんですか何が迷惑だったんですかみたいなこと言ってああもうだから周りがおるやろお前みたいなカップコーディーさんも別に何やろうな。 周りが迷惑っていうことでもないのに、周りが迷惑って言っちゃった感じの人ってかもしれない。で、周り俺しかおらんしな。はいはい、そやな。その場合の。あ、じゃお前をかばってたかもしれないカップごじ俺がイヤホンしてる間に。彼がかわいそうだろっていうことかもしれないね、もしかしたら。それはね。そういつの間にか守られてるというか、カップごじさんに気づかんかったけど。 もういいかと思って大体ここの僕は一回イヤホン外しつつ体拭いたりとかして髪をばーって拭くからさその時イヤホン外れちゃうから外すんですけどそのあとまたどうせつけるんですよつけて出ていくんですけどその場合はおじさんたちの話機械がつけてないんですよでももういいかげんに何もわからないこんな何も 俺に情報を与えへんのやったら、この喧嘩聞いてる意味がないわけじゃないですか、俺としては、だからもうそれやったらイヤホンつけさせてもらうわと、イヤホンつけて、自分が好きなものを聞きながら、帰ってる方が全然時間的に有意義な、早そうせと思ったわけですよ、イヤホンをしようと思ったんですけど、ふと思って、これ、見つかったときに、じゃあ、このカップクおじさんは、俺にもなんか言ってくる可能性あるのかなと思って。 あはいはい、つまり機械の使い方には結構シビアなんかなと思ってで俺、これ聞くのはいいけど、ああ俺、これに巻き込まれたら、ちょっと嫌やで次回、ねはい、はい。だからその定年おじさんの立場に自分を重ね合わせて、涙出そうになりながらあの抵抗して言うのは。 厳しいもんね厳しい。んで、すよなやったら2人から怒られたらめっちゃ嫌やしさ、そのおじさんも怒る側に回る、だからおじさんってもう分かんないからさ、役所講師さんも怒る側に回るっこれ、役所講師じゃねえいや、もうイメージがね、イメージは違うって、そうですけど、そうですけど、まあ、でもそんなこと言っててもしょうがないなと思って、で、まあ、あともう諦めようと思って、イヤホンはやめたんですよ。 イヤホンやめたんで出ていくことにしてまあもう僕はこれもう申し訳ないけど先出ますよと二人付き合ってられへんかねで出ていって出ていくときはずっと言い合ってんですよあそうですかもう折れるわやと思ってどっちかあはいはいあなたやったら多分入っていったでしょ入っていかないですよいかんいかんいや多分まあ入っていかんかないかへん ちょっと行くやろう。いかん行かん、え、どうしたんですか、聞かんと思うけどな。聞かんか。あよくわからんしさ、その機械の使い方とか言って。ああ、どっちの方もモテなさそうやからさ、話聞いてると。そうか。まあ、も出てったんですけど、出てって、まあ、僕車やったんですけど、あの。ちょっとね、このまま買いのも、なんかこう。柵に触るなと思って。なんかこう、納得いかへんし。なんかモヤモヤするな。はい。この感情はないやと。うん。ということで、エンジンをかけて。ずっと待ってたんですよ。 は出待ちか出待ちやあおじさんああ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 か出ああ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 あんああ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 あえああ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 あのやつが出てきてえっとああ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 あ横ああ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 あ おじさんが2人とも自分の車に乗っあ出待ちか出待ちというかただ黙ってる状態、ね、出てきたのにそのアクションは起こさんかったってことだから帰らへんですよおじさんもいやだからなかあ,あなたはそのおじさんに対して、うん、あのファンですっていうようなことは言わな,かった <laughs> ない,いやファンじゃないこのままじゃ帰れないなとはい、はい、何があったのか見届けたいなと思っててなんですけどで、えっと、そんなこうしてる間に、はい、あのその。

家帰りましたいやそういうねことなんですけどこれだから結局会員制やからまあ言うたって顔見知りじゃないですか顔見知りってことじゃないけどまあ何回かめっちゃ言ってるからまあ何回か会うぐらいのことやからちょっと今後ねどうなっていくかを次もめたらもうちょっとこれはこの間は言めてましたよってことは言おうかなと思ってるんですけどあと僕も。 いつこれに巻き込まれるかっていうところがあるので、あのね、あのはい、役所工事には絡まれなそうやけどな、ああ、だからカップ工事さんの、ね、うん、この前もそうね、あいつの前で体重計使ってみようかなと思ってる、次見かけたら、そしてはなんか謎、あこれを言ってたんですねって分かるかもしれないし、そうやな。うん かもしらんね。うん、まあまあ使うといいよ、ね。ちょっとこの謎がね。はいはい。あのー、いやちょっとイメージは関係よな。<ん>体重計使ってその文句言われるイメージが、ねうん。いやそうなんですよね。分からんけど。分からん。で使い方がどうとか言ってて。うん。うん 全然わかからんかった割とイチャモンに近そうやけどな乱暴に使ってるの見えなかったしはい、はい、むしろその怒ってるおじさんの方が乱暴者のか感じ見えたからあ<ー>まあこれはまあ、まあ、印象やけどはい,はい、はいうん。だから何な,なのかなと思って何な,な,んなんやろうな、うん、まあちょっとぜひ聞いてみてくださいそうなんですよだからこれちょっと不思議でね、はいはい あのどううしようかなと、まあ、でもやっぱりその自分の本音って結局その行動に出てるから俺帰らなかったのは事実やし別に何が目的じゃないけど待っていたわけその2人をもうええわと思いながら出てったものの帰れなかった気になってっていうのはあるからまあやっぱりどっかやっぱほんまのほんまのところで言うと気になってるからまあまあ実際これは本当に自分にね嘘つかないってことで言うと話しかけるってこともあるのかな。それが後の 3, 3人であったってこともあるもんね。 それが後の3人であってもっといいふうに言ってくれ三3人であったほうがあんまりよそれが後の3人であっていや3人ではないでしょっていうこともあるもんねいやないよいや本当にもうちょっとよく言いやにその後のっていうことがありそうですよね出会いのきっかけがねそうそうそうそれやったけど後の3人であった4人だけどねそうなとね4人であったっていうね誰が入ったの今 まあ4人というか、そういう,こう回り回って、結局こう役所、役ちゃんってね、お前が言い出してね、結局最初、ああ、そういえば、その3人な、そういうね、最初は役ちゃんって。似てへんのに、全然似てもない全然今日も似てへんな役ちゃん。<laughs> 役所個人似てるって思ったから役ちゃんって呼んでんだよ。似てねえな、役ちゃん。 そ怒られるよ。っていう。後のっていうことはあるかもしれない。もしかしたらあるかもしれないね。そうはいだからまあちょっと結構難しいなと思って。なるほど。そうですか。難しいですね。難しいでしょう。難しいですね。難しいというか怒られるの嫌ですよね。ちょっとね。おじさんって怒られた時の顔あんまり持ってないからな。まあな。そうやな。だから、そうね。木っとなるよね。確かに木。 っていう私を怒るなんてっていう顔になっちゃうよね、なんで私おばさんやないか。いやいや、私って言うよ、おじさんも。おじさん言ういい年になってきたそうやね。あんまだから新しいおじさんとあんまり関わりたいとはあんまり思わないよね。おじさんってあんまり魅力がそんなにないもんね。そうだね。おじさんってあんま魅力的じゃなアップデートあんましてないやつ多いからな。そうやね。それがあったりするからっていうのもあるのよね。そうだね。ちょっと寂しいやもん、やっぱり。そうだね。 武器がどんどん過去に鋭かった剣の形を言うだけになったりするしな、うん、そうですねあ、うん、<laughs> そうやな、うん、切れ味が鋭い武器持ってたよっていうだけになるからな全然それ見せてくれへんからねそうね立ち飲み屋でなんか、うん、立,ち立ち飲み屋に行って、うん、お前一人で立ち飲み屋行って 隣の人と喋るみたいな隣の人と喋ることになるみたいなめっちゃベロベロのお姉さんがいて最初お姉さんがなんか間違えて俺に喋りかけてきて間違えたみたいな感じででもその人はちょっと面白い感じというかめっちゃ変な人やったんですよめっちゃ変な人でちょっと面白いんですけどその人が帰って新しい違うおじさんが来たんですよね。 はっきりとしたおじさんですね、その人はね、話しかけられたんですよね、ああ、よく来るんですかみたいな、その人との会話は、さっきのお姉さんと違って、絶対に行き止まりに行くんですよ、すごい行き止まりに行くね、おじさんとの話って。行き止まりっていうのは、何も広がらないってことですよね、もう本当に行き止まり、お近くですかとか、あそうですねあの 歩いてどれぐらいのところですねっちが悪いんだそれ別にいいじゃないですかお近くですかぐらいはうんそうやなお近くですかはいいねんけどいいねんけどこっからはこっちか広げていかなあかんよねもうまあまあその帰りによってそっちに向こうのは行き止まりやからもうなんかでもちゃんとしてるんですよその人。ちゃんとしてるからあの 広がる道の会話の方向も振りづらいんですよ。なるほどねさっきのお姉さんベロベロやったから「どうすか?」なんか「最近ムカついてることあります?」とか聞いたときにそう聞いたなんかムカつくこと言ってくれたりするんですよで仕事の上司がムカつくんですよみたいな話を言ってたからなんかそれはそれで楽しい会話できたんですけどおじさんはでも行きど真面目なおじさんはほんとき止まりに行くなと思ってましたね。 そのおじさん弱しちゃうよ。嫌ですよ。<laughs> <laughs> 下心ある人間の言い方で言わんでよ <laughs>。なんでそのおじさんと仲良くなるためにこのおじさん弱しちゃおうって思わなあかんの <laughs> このおじさんちょっと真面目だからちょっと弱しちゃおう <laughs>。仲良くなっちゃおう <laughs>。変な振り方ができないよね。でも本当に丁寧な、ちゃんと真面目なおじさんやと。<うん S 1> <laughs> そうねまあまあそこはねだからお近くですかって言われたらなんかちょっと似たようなことで返さないとラリーとしてはなんかこの雑に扱えない感じあるねああそれはだからその人バリ雑に扱えたのになみたいなんでちょっとなんかおじさんといるのが辛かったよちょっとそれちょっとカメレオンすぎんやろえ自分が仮面カメレオンカメレオンカメレオンのあの 付き合い方ぎるとそいつに合わせたベロベロに合わせたらベロベロに合わせて話すみたいな向こうがしっかりしたらしっかりしてるみたいなそこは例えばもう「何じゃてめえ」みたいな感じの人やったら別に誰が来てもさ一緒やと思うよ多分そうやね。はいはいそうやねそんなおめえはどこ住んでんだよみたいな何だおめえみたいな感じだったら別に関係ないじゃないですか ベロベロのお姉さんでも,でもどっちにしろ行き止まりやけどな <laughs> そ,のそこのそんなお前どこ住んでんだよもう行き止まりやけど <laughs> どこ住んでるらもう行き止まりにしかならんからそれ聞き合うとうるせえよそんな聞いてくんなよ <laughs> いなあないあまあまあそっち <laughs> そっちの方がいいよねまあねそんなことよりよっていう、うん そんなストロングスタイルでもないからさ。いやだからちょっとカメレオン見た目とかのキャラクターとかもありで多分そういうことになってるから多分なんでもない人間やからさやっぱそう,そういう付き合い方になるよじゃあもうちょいだからその個性が足りないんじゃない,ゃないそ,うそうやねだから坊主に8本ラインとかにしてたら俺もそういうふうになるよそういう振る舞い方いの。何本本本ラインのやに オンンラインこ交互よもう黒毛生えてるところと何かよくかんないぐらいやったら見えないけどそうですね、うん、やったらばもうちょっとその,その感じの付き合いでいけるよねあその感じでいきたいなとは思いますけどねまあまあでもそうやねまあちょっと相手に合わした感じになっちゃうかなちょっとだからあ失礼かなとか思っちゃうから、うん、そっちに対して何、はい、おめんの <laughs> おもんねんだよみたいな感じになるでしょ、<ー>多分たぶん。そうだね。うんうん、それはちょっと失礼な感じもするが、できるなという気はするんですけど。そう,そうか、はい。そうですね。いや、まあちょっとだから、うんうんま、真面目で丁寧なおじさんほど。 ちょっの辛いもんはないなと思いました隣に来てそうかもしれない、隣だったらね、別に全く見ず知らずで、触れ合うこともないやったら、真面目に手なおじさん、それもそこら辺で暮らしてる、歩いてる、ですよそっちのほうがいいよ、お隣にするんやったら、そっちのいはがいいお隣さんとかやったら、絶対ね、ごす。ご挨拶してねっていうぐらいのほうがいいですけどね。 適当な人の方が楽ですよ、ね、まあまあそれはね,ね飲み屋に何を求めてるのかとまあその刺激をね求めてる人からしたらそうなんでしょうね、うん、まあまあ、えーうん、別に刺激は求めてないですけどね酔っちゃったーって言って,言ってみたらどうですか <laughs> 気持ち悪い <laughs> 気持ち悪おじさん酔わしちゃおう <laughs> なんで俺なんで俺そんなちょっと <laughs> 仲良くなりたいんやろ、お姉さんみたいな感じなの、俺。変です。仲良くなりたい。ん仲良くなりたいないよ、別に。なりたいとも思ってない。けどいいじゃそうですね。この前ね、この前という、まだ喋る。最近さ、いや、別にこんな話しようと思ってなかったよ。そもそも。はい。何の話でもないですけど。はい。だか家の近くに、ちょっとマンションが建って。 最近マンションに住んでるんですけど私マンションの近く,マンション近くにマンションが建ってなんか建つのがめちゃくちゃ早くて、うん、それが。 いいなうちの近くなんかめっちゃ遅いな、立つのああ、そうか、だからその間、そね、うん、あのかん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 音鳴ったりするからね、だからそれがさ、いやめちゃくちゃ羨ましいというか、まあ、今、家を改装してるっていうのがあるんですけど、それでめっちゃ時間かかるから、僕はね、建築中のものを見たら、ずっともう、羨ましいっていう感情に駆られるんですよね人手が人手がははいい 大工3人でやったらこんなに早いっていうのが、だから建築中のマンションとかでも、建築中の家とか見たらめちゃくちゃ見るんですよ、早いもんね、早い、そう、めちゃくちゃ早いのよね、そして今、プレカットって言って、工場でもカットしたって、持ってくるとそう、持ってきたらもう、1日で結構経つんですよ。 それもピッタッ、ぴった、ぴったんこ。そう、ぴったんこでもう切ってくれてて、うん、あとちょっとした加工で済むぐらいやから、<ー>それを、うん、あの、で、まあ、新築やったら、それをしたら、うん、えっと、別に僕でも多分早いんですよ。うん、え できるできるプレカットさえできない僕の家はできないですできないですよそれはだから信じ方できないす僕の家はできないですよ再建築不可やからめちゃめちゃ細い道に立ってるからで本当に羨ましいというかさそれを見てるとさはえって思いながらすげえ嫉妬の感情というのがちょっとおっさんになって最近 わいてきたというか羨ましいおっさんになっててねお前ずっとおっさんやずっとじゃないよちょっとなんかおっさん少年青年大人中年今よいやそうやけどおっさんになったのがさ昨日今日みたいな言い方よくないちゃうちゃだからおっさんになって初めて嫉妬という感情が湧いたおっさんに嫉妬という感情などないやんほぼ あるよ。ない。いろんな人が、嫉妬に渦巻いとんの、おっさん同士なんか。気持ち悪い。気持ち悪いよ。気持ち悪いよ、おっさん。そうそうそう。まあでも実際俺も嫉妬に渦巻いたわ。嫉妬の渦に飛び込んでるわ。その、羨ましいっていう建築中、早ーめちゃ出来上がってるっていう。それがね、本当に羨ましいというか、すげえね、あれとかもね。ちょっとね。 恋愛をしてた10代の頃以来の嫉妬の感情でま嫉妬しす。か羨まましいってなりすでね、そのマンションは、全面道路も結構掘り返してるんですよ、それは排水管と水道とガス管の引き込みのためなんですけど、まあ、それはよく見ますよ、ほかのマンで、道路ってさ、引き込み、それをやった後さ、壊すやんか、道路って一回壊すじゃないですか、その後にまた作るんですよね。 1で、えー、と一個めちゃめちゃ気になってるんですけど、<う>これでこうちょっと景観がもう変わってしまったというか、うの家の近所の、<う>これめちゃ気になってるんですけど、<う>止まれっていう表示あるじゃないですか、<う>道路に書いたあの マジックペンで書いたみたいなみたいな太さになったんめっちゃ細いの止まれがあれすげえ気になるんですよねあれ個人の裁量で太さ決めていいもんなんすあれどうなってる自体めっちゃ細いね止まれえなんでと思ってだからちょっと違う止まれなんすよねうちの近所の止まれだけひらがな だから塔が、塔が感じで、まれで、で,うん、でもめちゃ細い、激細、長っっていう、ね、<laughs> 細長っていう、まあ、まあ、分かりゃいいんじゃないの分かりゃいいねんけど、うん、でも、景観的にちょっと違和感がすごいなと思って、あ見たことないやからあ、売れるこのマンションって思うよ、ちょっと、止まれ見たら。<laughs> えー、変やで、これ、警官。そうですかね。ね、うん、あれ、個人の裁量できこう。指導ですか、ここは。ええ、いやいやて手思うよ。手に手を持そう。うん 指導用の止まれですよ。行動の止まれじゃない。<laughs> 止まらなくていい止まれ。いいそう、その感じに見える。かだからすげえ細い止まれになっちゃって、ちょっと家の近所の景観が変わって、ちょっと気になっているところです道路の文字を景観とするんですかね。道路の文字は、あれはもう、あの、あの細さの止まれはもう景観と言っていいと思いますよ。景観がちょっと違うなと,いいとそれぐらい気になる気になるな。通った時。チャリで通るたび気になるな。これだから城しか、 んあかん小学生とかは結構困るやろうなここでっていうああその細すぎて細すぎて細細まれ名物になっちゃうよね小学生来したあの細止まれの場所待ち合わせ場所になっちゃうよねそんなにですかはいっていうぐらい細止まれ割とポピュラーなんじゃないのじゃあそういうあの ひっくり返した後は補足するみたいな掘り返した後はもうそれにしていいみたいなそれでさちょっと思うんやけどさあれさもう別に海外の人とかが運転しても分かるようにさストップ STOP でもいいなって思いますけどねああまあ全部ねそうだってさもう感覚的にもう止まれぐらい入ってくるやんストップは入ってくるし俺らはまあストップでも分かるからね 日本人の方がはねそう日本人ストップで分かるんやから海外の人のためにストップでいいんじゃないのって思うねまあそうだねまあ止まれはちょっと分かりづらくないって思うけどまあ日本をね愛してるかどうかっていうのもあるんじゃない愛してるよその上でよ愛してほしいじゃない愛してやまない日本をもっと愛してほしいじゃない人たりともみたいなああ人たりとも愛してほしいそうでそれはちょっと大丈夫ですかはい うん、っていうだからまあストップもういいかなって思うけどなんかこう日本人が直感的にわかる英語はそれでもいい気はするなと思うんですけどね、うん、美しい我が国を怪我されてる気もするけどな、うん、そうかな<ー>ストップで、うん、何人たりとも許さないって言われそうやけどなそれはいや俺ちょっとその目覚めたらあの川のところで <laughs> 首ぶら下げられてるの嫌ですよ美版 <laughs> ねはい,はい、はい、でもまあそのねドラマの感じじゃない、ね、あ,あまりにもこうはい、はい ストップストップがいっぱい出るとさ。そうですかね。うん、いや止まれはストップで行いきいすんねんけどなと最近ちょっと思いましたね。一時停止止まれみたいなね。一時停止もない。ああ一時停止もないね。<ー>そうね。の感じでね。はいはい。まあストップでもいい,もい。まあ一時停止もストップでいいと思うねんけどな。だから。うん、そうやね。一時停止止まれ、うん。でもあんな細止まれにされるぐらいなストップ。<laughs> 普通のストップでも手でいい。くなえ、手でこうあだめそうそう手広げてるパーマークではいはいはいパーマークではい一旦止まれってはははいいい。こう手広げてる感じなるほどねなんか強制的にやられてる感がすごいけどなってダーンって屈辱かそうやねだからそうそれで言うと止まれもあの命令系なんですよねあれね止まってか止ま止まる止まるでいい止まる止まるでいいよねうん。 そう止まる場所って意味そうそう。止まってはちょっと感情入りすぎてるわ。ねえって入ってる感じがするわ。止まるでいいのね。六十キロで走れ。あえ六十キロ。そうだね。60ってことだよね。ねっていうことだから。高速道路に入れ。入れ。高速道路の入り口やもんね。あそこじゃ止まる。止まるでいい止まるでいい止まるでいいな。そう、止まるでいいのに。あ止まれって。走れと一緒やそれ。なあ。だからちょっと変やなと思って。 日本語としても止まるでいいしストップでもいいしっていうような気はしますねなんかちょっと違和感感じてるんですよその細止まれにめっちゃ止まれで命令系の上にこんなか細いんかいめっちゃ違和感感じてるんですよ本当だねずっと迫力もないもんなそうですよそうですねめちゃめちゃおじいちゃんに命令されてる感じまあ2000万ぐらいは値が下がったんじゃないですかそれで マンションの家の近所のね、そうですね、ちょっと値段下がってもおかしいですね。ちょっと交渉はしやすいよね、あの細い泊まりがね、ちょっとね。落ち着いちゃいましたか。負けときましょう。めっちゃ簡単なバイバイやな。まあね、それで買える人はラッキーかもしれないですね。そうだねく 会いたい人はね、細い止まれ探すのもいいかもしれない。いいかもしれないね。ちょっとね、気にはなってますね。はい。まあ、いいですね。はい。毎日。はい。毎日、その細止まれを見てね。何も良くない。細って気になるだけ。自分ちやってのもわかるもんな。まあまあ、わかりやすい。下そうやね。下だけ見てもわかりやすい。あ、ここが俺の家。うん、もうすぐオレンジだ。この細止まれの近く。 分かりやすいので運転手にも言ったら分かるもんねタクシー乗ったそうですね左がって細い止まれあるんでそれもうちょっと行ってもらったら細い止まれの次の信号ですあんま言われないでしょうね細い止まれまで行ってくださいっていうのはねまあねちょっとそれが気になってるんですよ最近気になってます気になってますいやちょっとだからいやいいのって思ってあれで確かになというふうにはね思いますけどね なるほどね。まあいいんじゃないですか。いいですかねそういう意味では、楽しいに暮らしていたら、まあね、あなたもね、おじさんね。そうね、いや、暑いもんな、マジで、暑いからもういいわってなるわ、本当にもう、最近な、ちょっと出かけんのがあんま楽しくないもんな、暑すぎて、楽しくない。汗かいてまうというか、あんま楽しくないね。楽しくないしな、そうやな、結構何事も楽しくなくなるな、暑すぎると。 まあね暑さが気になってしまってうん、うん、そういやでも部活とかもそうやったな秋とか春とか結構楽しかったけど夏の部活めちゃめちゃ嫌やったもんな、うんまあ、暑いだけやもんな、ねうん、暑さでやっぱちょっとそう集中ができひんっていうのはあるよね車乗った時の暑さも半端ないしな半端ないな、うん、車にさ、うん、土積んだことあるあるあるってならんでしょ <laughs> あの一回,一回やってる,あるわけないよ <laughs> <の>一回もやらんよ 土積んでその日に捨てに行かへんかった日翌日の湿度たるやすごいよあの暑さ土で土があるせいであなるほど暑さが逃げへんのねそうムワってなって湿気がその暑さを溜め込んでんのよねマジであお相撲さん乗ってたって思うような感じお相撲さんいるって思うよっていう感じの湿気になってるねそれはマイナスやな マイナス、マイナス、いや、<laughs> ほんまにやばいよ、土、うん、土だから、その、そうね、嫌な車に乗ったら土を忘れていった、嫌な思いしますよ、その車の運転手は <laughs> 少量ではない、<laughs> ちょっと待ってくださいね、50キロの土とかないでしょそうですね、はい、土は何、まだ車乗せてんの車に、えっ、ー、とね、あの豆に捨てに行ってる感じなんですよね、まあ、ちょっと土が出たら。 今まだちょっと土捨てなあかんとか、土壁残ってるものもあったりするから、まとちょっと豆に捨てにっていう感じですね。運べる日ちょっとずつって感じ。ずっとやってんな。そうやろ。ずっとやってるね。そうやそうやってさ、終わらんねん。終わらない終わらんねあとなんかやってたやってたで、こだわってまうねん。土の運び。違う違う違う。あの ちょっとしたことその大工工事みたいなの、はいはい、んか綺麗に丁寧にやりたくなんねんなるほどなああそしたら終わらんねほんまにそうかそうかああまあ綺麗にはなってきてるよでおめっちゃ家っぽくなってきたあーもう家やなもう誰が見ても中入ったらな <laughs> 外から見たらこれは家じゃないですって <laughs> J.I.Park も言うよ <laughs> で,も <laughs> でも中に入ると,入ると家です <laughs> そうですか。っていうね、うん、そうやね。まあでも、なんかこう、外観部とかもね、素敵じゃないと、家としてはなんか、あんまね、うらやましがる人もいないしな、そうですね、友達も呼びづらいんじゃないまあまあ、別に中入ったらね、綺麗やからね、まあまあ、でも、外観も綺麗にする予定ですよ、外観も綺麗にしてますし、うん、あ、そうなんですか、徐々に徐々に、時間かかってるだけやんな。 半分を過ぎ結構かかってないですって夏やから進みが遅いんか <laughs> うんそうやな、うん、夏やからほんまに進みが遅いそうですか機動力が本当に落ちるな <laughs> 大変ですよね大変ですねちょっと本当に倒れそうなる日もありますよ、うん、お盆ですよもうお盆っすね、うん、どうするんですかお盆はね実家帰るかどうか今台風来てるでしょ 台風で結構、交通機関止まりがちですよで止まるかもしれないということなんで、どうしようかなと思ってるんですけどね、行ったはいいもん帰ってこられへんかったら嫌やしさ、台風って結構ね、つら、うん、いね、夏はだからいいことはあんまないよな、台風や雨や暑いわで、暑いまあでも気候で言ったら、僕は一番嫌いな気候ですね、うん、真夏は。 それは私もだよちょっと辛い。まあ、それはまあ、毎年のことやから、覚悟はしてたもん覚悟はしてるけどね。なんかこう、お夏やなって、なんかもう、ぐらいのことやんな、本当に。うん。そうやね。お夏やなって。夏っていうだけだと、実はもうよくないよね。そうやね。まあ、アクティビティはいいねんけどね、夏のね。ああ。海であったりとか、まあ、プールであったりとか。ああ、そうやね。ちょっと行かなあかんもん、うん。それはそうですね。そう考えるともう、 なんもよくないよ。おじさんはみんな干からびとんねん。夏で。それはみんなイライラするよ。すライヤーしながら怒り出すよ。そうですか。ない髪、変わりながらよ。いつまでも乾かしてる乾かしてよ。そうかで嫉妬という嫉妬という感情に渦巻いて。渦巻いてよ。おっさんは。そうですよ。生年までもらして確かにね、真夏の期限のおっさんは見ないね。見ない見ない見ない。 うん、そこにいるだけでもよくない、うん、暑いのに、うん、ただでさえ暑いのにおじさんかよって言っねまがまがしいわそうやねちょっと言葉悪いけどないやそうなんですよまがまがしいねおじさんはい,い,いやほんとさなんかこう、まあ、勝手なことやけど、はい、あの昨日もさ駐車場でね、はい、えっと仕事してたんですよはいあの 駐車場でっていう、駐車場に一旦止めたところで、仕事先がああ、車の中で仕事そうそうで仕事先が普通にその建物で仕事先ったで,で、そっから終わって、ただその次の現場までちょっと時間あって、ちょっと作業しなきゃいけないであってあ車を作業部屋に入ってたじゃないですか、一番後ろあのオフィスっぽくしたんで、ミニオフィスね、そこでパソコンしてたんですよ。隣の車にえと人がこう乗って 隣に車止まってた車に人が乗って出発しようとしてたやつがも,もちろん誰もいないと思ってからからおじさんやったんですけどなんだろうなおじさんの誰にも見られてない時のすあべのあのてをさらけ出したこのあっちーって顔してるおじさんはい、はいやいいや熱そうに車乗ってうわっあっちーって顔しながらこうシートベルト締めて。<laughs> もうシートベルトがもう食い込んで、うーっ,って言いながらエンジンかけて行ってていったな。さ、うん、っきの自分やん、それ, <laughs> それは。そのおじさんを見たときは、さっきの自分って思うべしよ。<laughs> そうなんですかね。ちょっと共感性はありますけどね。なんかそれね、見られてないところで、うわあ、チーってなっちゃう。やってるのね。わかるわかる。いや、めちゃめちゃわかるよ。それ。もう見る、見てるだけで、こっちはエンジンかけて、車の中見てるだけで熱くなるから、もう。見られてない。やめろよ、そねそれは俺やって思えるね。まあ、でも、あのデザートがうまいよね。やっぱ、アイスとか。アイスとか、冷たいもんがめちゃめちゃうまいじゃないですか。いや、まあ、まあ、食わへんけど、そう、氷は食うけどな。 ミニストップにめっちゃ行くんですよ、もう最近また。昔から行ってる昔から行ってんねんけど、ちょっと最近また火がついてて。めっちゃうまいな。何ですかフラッペですかいや、コーヒーゼリーがめちゃくちゃうまいな、ミニストップの。なぁって知らないよ、絶対俺は。なぁかミニストップ行かないし。知らんやろ知らんねん。知らんよ。聞いてみ誰にやねん。 あいうや、ながうまいか聞いてみコーヒーゼリー言ってるやん。コーヒーゼリーだ？うん、なんな何がコーヒーゼリーの何がうまいコーヒーゼリーのなんか上にアイス乗ってて、で長こアイス乗ってるよ。で、あの長こりやねんか。まあそれ作ってくれんねんけど。言ったら、そうソフトクリーム。だからコーヒーゼリーの中こり混ざってて、で上ソフトクリーム乗ってて、めっちゃシンプルやねんけど、めっちゃうまいのよ。コーヒーゼリーもうまいし。 上のソフトクリームミニストップのめっちゃうまいからそれ混ぜたらすげえうまいのよねいやほんと最高ですけどね氷が一番うまいっていや味ないやん氷は氷に塩かけてくったら一番うまいからマジ <laughs> で、うん、<笑><笑>そうかお前それあげたら何でも言うこと聞くもんな <laughs> お前マジでそうやってマジでそれさえあれや何でも言うこと聞くからなお前 <laughs> 氷に塩をかけて食っとってみホん、まに。そういうこと聞いた後に決めゼリフやもん。言うこと聞いた後に決まると思う。決まってないやろ別に言うこと聞いてんのなあじゃねえよ。はいはい。まあ彼にね、氷に塩をかけたやつをあげてください。いやいや、もらわなくても。そしてめールに入りますから氷で塩がなくたっても汗で拭いてくれ。なあ。 おでこの汗で頭冷やして氷口に入れろああああ十分うまいよそうかああそれでいい,い,いよ、まあ、それでいいですか、うん、どうせ唇の周り舐めてしょっぱって思うのと一緒やろ気持ち悪いまあまあそうですから、うんはい、まあミニストップいいよ本当にミニストップは夏はいいねあの夏のミニストップめちゃ相性いいね全然分からんそうですか、うん、まああの ッハロハロとかもあるから知ってるけど甘いものと夏と甘いものの詰めたやつってあんまりねピンとこないんだよなあそうですかピンとこないあそうなんやキムチえキムチキムチはまずないやろキムチ氷キムチ氷キムチな 氷キムチありやな氷キムチ氷キムチうまそういいの言うね氷キムチ氷キムチちょうだい何でも言うこと聞くからね。氷持ってないちょっとね近所の公園に出没したらねあげてください本当何でも言うこと聞くから何やね何でも言うこと氷キムチちょうだいしてほしくないや別に キムチ何でもするよ。氷キムチおばけや怖いな。まあ、それ夏らしいですよ。わけわからんおばけやん。氷キムチを干してる人に話しかけに行くやつ。そうですね。まあでも怖いしゾーッとするし夏らしいんじゃないですか。涼しいですか。氷キムチはし。うはい、そうか。はい いい何がね、夏食べたら一番爽快感あって、夏が感じられるかね、ああはい、なんか夏やからスーっとしたもの、はいはい、まミントとか、ああまそっちの方がなんが夏、涼しい感じするけどね、冷たいのと相まって、だからアイスコーヒーとかは分かるけどさ、ほんまに甘いもの、そこに混ぜてもうたらさ、ああダメじゃんって思っちゃうの、なシンプルに。余したら、甘いってなんかあったかい、あったかくて甘いのはなんか分かるんよ、<ー>おしることか。 そうな寒いときにあったかくて甘いもの食べてるのは、なんかいい気んでるんですんね、はいはい。うん、そうか、冷たいもんっていうイメージはないんや、俺、結構、だってケーキとかも、い<ー>わば冷やすやんか、冷蔵庫で、甘いもの代表格といったらケーキとか、あとパフェとかもそうやから、<ー>割と冷たいというイメージがあるのよね、かだから割と結構その根付いてるというか、<ー>だからあなたみたいにならないね、その氷気持ちちょうだいって。 森キムチちょうだいわは。なんでもするよ。そこがいらない。小売りキムチちょうだい。あ、何かわからんや。怖いよね、本当にね。え、怖いなと思って怖いよ。怖いし、そいつが現れそうだよ。真っ赤なチャーハンしてね。現れた怖いね、でもちょっとね、はい。ちょっと怖いですけど。そうですね。はい。 ねねはいね何食べるか何が一番いいかをね皆さんも教えてくださいそうですね夏といえばこれ食ったらすっきりするよ甘いとかいらんねそうねいやいやいいよ甘いもだからいや本当ミニストップのコーヒーゼリーはちょうどいいよマジで甘すぎずそうかあ本当にうまかったしょっぱ系のアイスも出してほしいんやけどなしょっぱこれキムチやからうるせえな そっちに話 <laughs> すぐ氷キムチのことを言って欲しがるようなこと言って欲しがってない <laughs> ね<え>氷キムチもしかり <laughs> 氷キムチって言って <laughs> せめて言ってくれないならせめて言って <laughs> <laughs>、はい、<laughs> ついていくよいつかくれるもらえる <laughs> もらえると思ってな、ね、い言ってくれる人はな キムチってしょっぱいまあまあまあしょっぱいやつもありますから辛いやつもあるけどしょっぱいやつもあるからやばいですねほんまにマジであれだと夏話すもんじゃないですかすぐそっちに持っていこうとするから確かにねっていうのはあるかもねまあね人の癖っていうのはありますから見抜けないですからねそうですね誰がそういうことを言い出すからね本当に。 話し始めて驚くことになるよね。見抜かれない自信もあります。ただまあちょっとしたら夏には言いますからね。そうやな本当にそう気付かずに夏まで付き合ったら最後ですよ。もうそれ一回もその後氷キムチくれなかったら俺は冬も言うからな。ずっとな。そうねだからもうそれはちょっとね。 ご勘弁やから、こーナーで終わらしたいところですはいろんな人いますよ、氷キムチとかね。氷キムチ募集ですよ。あと酔っ払ったおじさんね。酔っ払ったおじさんね。酔っ払った、そうだね。というか、問題なら酔わしてもいいおじさんも。問題なのす。真面目なおじさんね。そうですかい。真面目なおじさん、つらいからね。そうだね。そういう日々ですけど。はい 今週、うんうん、なんかありましたかいや、もう話を終えてますよ、十分。<laughs> 別に何もなかったね、お互い。今週。何もないよ、こんな暑いの。外もない、ね。 たくないもんかしようがしてないから見たのと、別に工事中の建築現場見ただけやな。膨らましすぎやね。何も話すことないから。何も話すことなかったね、ほんまに。そうですよ。まじでちょっと夏やからな、夏すぎるから、暑すぎて夏すぎるから、マジで何もやってないキャンプもね、結構断られてんねんな、暑いから嫌やって。そうやね、いや、多分断られるやろうあ俺も確かに暑いから嫌やしな。ははいいなんで誘うはい 誰とも遊んでもないですよ。あそうですね。そうか。そうっすね。俺もそうやな。夜の車が気持ちいいね。あなるほどそうですね。夜の車気持ちいいですね。あの、スマホでさ、ポケットで誤動作することあるじゃないですか。ああ、あんまり最近、経験ないけどね。いや、僕も最近ずっとなかったんですけど、なんか、近頃ちょっとするんですよに うん、あの前の仕事の後輩に、うん、まあ後輩というかまあ友達というかみたいな感じなんですけど、うん、あのあれやな工事中の動画を送ってしまってたな <laughs> 寄ってんねやろそれ寄ってないよマジでポケットはやらんやろそんないやポケットでやってんのよマジでびっくりしたなだって あれでしょ開かないじゃないですか、そもそもロックかかってんいや、だからロックかかってなくて、LINE の画面になってて、そのままポケット入れてんのだから消さずに、そのままポケット入れちゃった時があったとういうことね、ほんで、LINE の画面になって、で勝手に、なんか別に普段連絡取らない人あそっちまで行ったんやろね。で、そっちに動画送ってんのよ、うんで、さらに違う人のところのページに行ってた。 やばーと思ってあと,あと一歩でねあああと一歩でそっちの人にも送ってたし、うんうん、そうやなむかつくな、うん、そんな送られてきたら <laughs> そ,うつそうやないやだから謝ったけど、うんうん、いや全然いいですよと、うん、めっちゃ爆笑のスタンプが来てたびっくりしましたっていう、うんうん、まあそうやろうなと思ってなんかな、うん、なんかな 連絡来たと思ったら動画送ってきて自分が工事してるところの動画でそんなんしてるとも知らんし気持ち悪いやろめっちゃ気持ち悪いやろマジで気持ち悪い気持ち悪いおじさんが一人でやってる何でお前そんな動画撮ってんね一人でいやいいかな別にそれはちょっと記念にもなるしさいいじゃないのその姿その姿を気持ち悪いと思ってこれ送ってもうてなめちゃくちゃ嫌やったな あーってなる、ね、あーってなるとマジであーってなったらいや別に言われてない言われてない、うんうん、ったっあのめっちゃびっくりしました」であの爆笑のあの <laughs> スタンプのやつやったそうですか、はい、そうっすねうん。いや怖いっすね護道さめっちゃ怖いっすねまあそうやな、うん、うん。スマホの護道さまあ間違ったって言ったんやでしょう。 間違っっったたて言いや、もちろん言いまして、いや、ごめん、ちょっとポケットで勝手にそう支えてたって言って、信用してもらえるかな、この話って思いながら、ポケットのこの誤動作まあでもそれ信用してなくても意図がわからんもんね、そうや意図がわからなすぎるから、さすがに。さすがにメッシ、コーのきっかけとしては意味が気持ち悪すぎるからな。ですから、こんなはっきり言われへんやつにな。 文字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 自分の趣味の動画撮ってあげて間違ったわってして気色あるそうだねまあね気をつけますよ気をつけ夏やが失敗が多いですよ夏のせいにしたいですよ夏のせいにしたいですからよく聞きますよね夏のせいにしたいっていうのは夏の過ちねそうですね先週はねそうですねそんなことがないようにじゃあまた来週先週もねあんまり話しないですけどちょっともう この辺で,うで先週あんまり話してへんガス欠ということ。そうやな、先週話してへんもん、もないのに、長く話 <laughs>、はい、<laughs> 今週 <laughs>。なんか、準備して長く話せるときがいいよね、まだ、ね、そうだね、はい、うん、そうだねってあ、準備してこいって話ですけどね。うそうですけどね。うんはい、ちょっとね、ちょっとね、言い出したらもう終わりですからね。<laughs> もう終わりましょう。終終わわりりましょう本当にいですじゃあ、このチャンネルではね、毎週こんな話もしてますので、興味ある方は、また見ていただきたいですし、ニコニコチャンネルというね、別のチャンネルの方でも、生配信のそちらではやっているので、興味ある人は、覗いていただけたら、概要欄から見ていただけたらと思います。お願いしますということで、また来週もこの時間お会いしましょう。ででししたた